それの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。オールブラッシュ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオールブラッシュ花に立ちます。その後ろからは北三ブラック、この馬も上がっていく構えです。さらにはロゴタイプ13番エアスピネル、その後ろ先手を取ったのはオールブラッシュ、少し間が空いてアルビアーノ、緑の帽子ネオリアリズム、その後ろすぐ後ろにシャケトラ、並んで4番アンドレアモン、その外からサトノラーゼン、その隣にクイーンズリング、すぐ隣にステファノス、内からはビブロス、並んで9番名勝マンボ、ワンアンドオンリー、すぐ後ろビッグアーサー、そのうちに続いています。最後方にミッキークイーン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から14番オールブラッシュ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、北三ブラック、それに続きます。並んで3番ロゴタイプ、そして大きく離れてシャケトラ、この位置です。その外にアルビアーノ、並んで13番エアスピネル、その横にネオリアリズム、すぐ後ろにアンドレアモン、その外にサトノラーゼン、内からはクイーンズリング。さあ先頭は依然として14番オールブラッシュ、2番手はロゴタイプ、北三ブラック、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オールブラッシュ先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。さあ先頭に立ったのはロゴタイプ、さあ北三ブラック一気に来た。ロゴタイプ先頭、残り 200m。 さあ先頭は今度はアンドレアモン、2番手は北三ブラックアンドレアモン、この馬で決まりか。アンドレアモンゴールイン、2着は北三ブラック、3着にワンアンドオンリー、勝ったのはアンドレアモン、このレースを制したのはアンドレアモン。